それまで39万円の口座を売ってたんですけど、1ヶ月で60万円の口座に4名、42万円の口座に1名ご成約いただくことができました。皆さんこんにちは。こんにちは。今回はブランディングコンサルタントをされていらっしゃる受講生の山下さんが入学2ヶ月で累計282万円の売り上げを上げられた秘訣についてですね、受講生対談ということで動画を撮っていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では今のご活動内容、業種簡単に教えていただけますでしょうか。40代で好きを仕事にしたい人に向けて、見せ方で終わらない集客できるブランディング講座を主催しております。ありがとうございます。で、山下さんは集客のみならず見せ方だったりとかブランディングにもね特化された、そういったオンライン講座をねされていらっしゃるということで、次にですね、ご入学のきっかけというところも教えていただけますでしょうか。3つあるんですけど、1つ目が北野さんの実績ですね。オンラインビジネス以外の業種でも、例えば整体とかサロン経営とか、そういう方の業種でも SNS 集客の実績が終わりだったっていうことと、2つ目がすごくコンテンツ内容が豊富で、受講生さんとか私企業さんにもコンサルさせていただいてるんですけど、そういうクライアント様にも自信を持って耐えられる集客のノウハウが学べるなって感じたからです。3つ目が潜在意識マスターコースも受講させていただいてて、そっちの方は先に受講したんですけど、北野さんだったら実績だけでなくて普段の物事の考え方とかあり方が本当に尊敬できるなって、その講座を通して実感していたので選ばせていただきました。ありがとうございます。弊社が主催しているもう一個の潜在意識マスタープログラムのね、 VIP コースの方も受講いただいて、その後にマーケ講座に入学ということでご参加いただいているわけですが、次にですね、入学前と後の変化っていうところも聞いていきたいと思うんですが、入学前っていうのはどういった状況だったんでしょうか。もともとサービスは提供してたんですけど、売上は上がってたんですが、プロモーション頼みの集客で、このままだったら今は良くてもこの先行き詰まるなっていう不安が常にあったんですね。あと講座の単価を上げることにすごく躊躇していて、どうしていいか分かんないなっていう状況でした。ありがとうございます。そこからですね、入学後の変化ってところもね、具体的に聞いていきたいと思うんですけど、まず売上面的な変化としては、はい、どれぐらいの売上を上げることができましたでしょうか。入学してから2ヶ月でもう講座の座組なんかを全て組み直しまして、それまで39万円の講座を売ってたんですけど、1ヶ月で60万円の口座に4名、42万円の口座に1名ご成約いただくことができました。おめでとうございます。現在累計で言うと282万円の売上を立てることができました。おめでとうございます。山下さんがそれだけの売上を2ヶ月間で上げることができた秘訣について具体的に聞いていきたいと思うんですけども、こちらに出てるのが山下さんのインスタグラムということになりまして、販売の全体像ってところもお伺いしていきたいんですけど、山下さんインスタグラムで発信をされてると思うんですけど、販売までの動線っていうのはどういう流れになっておりますでしょうか。まずインスタグラムで集客して、 LINE にご登録いただいてからフロントセミナー、あと個別相談に来ていただく流れになってます。インスタグラムの、ね、動線っていうところなんですけど、こちらの運用で初回コンサルではプロフィール文章であったりとかデザインとかもね、手こ入れさせていただいた上で、さらに山下さんを意識しているポイントであったりとか、そういったあたり教えていただけますでしょうか。まず北野さんの講座に入ってから一番変わったのがストーリーズの使い方でして、いっぱい上げた方がいいのかなみたいな感じで、あまり深い考えもなく上げてたんですけど、なんとなく上げるのをやめて、ちゃんと今日はこういう印象を持ってもらおうとか、こんな仕事してるって知ってもらおうみたいな感じで目的を決めて配信しだしてから、エンゲージがすごく上がりました。素晴らしいですね。じゃあストーリー閲覧率とかも結構上がりましたか。それまでは平均 4% くらいであまり良くなかったんですけど、今では平均 10% 前後はキープしてます。大体ね、総フォロワー数の 10% を目指していきたいところではあるんですけど、ストーリー閲覧数 3% とか 4% だと復活できないんじゃないかっていう方もいるんですけど、 4-5% ぐらいあればですね、頑張れば復活できるので、山下さんもそれで復活することができて、でストーリーズもすごい見やすくね、構築を今されてらっしゃると思いますが、フォロワーさんにどういう印象を残したいかっていうところありきで、そこから逆算をして発信内容を考えていくっていうのがね、非常にストーリーズでお客様に心を掴んでいくためには重要になってくると。具体的に山下さんがお客様に自分の魅力を伝えていくために、特にこういう発信をストーリーズで日々意識してますっていうのとかってありますか。テーマとか2つあって、実績あった方が選ばれるというか信頼されると思うので、積極的に受講生さんの声だったり、講座こんな風にしてますよっていう、私と受講生さんを一緒に上げるようにしたりですとか、受講いただく方にライブとかストーリーズで人柄で嘘がないっていう風に感じたので選びましたって言っていただく方が多いので、できるだけ自分のプライベートな部分も出して、そこに講座の魅力を落としどころとしてつけるみたいな感じで、あまり飾らずそのまま自分のキャラを出してる感じです。素晴らしいですね。具体的にありがとうございます。その他インスタグラムで意識されてるポイントとかはいかがでしょうか。ライブ配信はずっとやってたんですけど、もうちょっと定期的にしようっていうので、毎週曜日と時間を決めて続けるようにしたことと、好き
に喋っちゃうことが多かったんですけど、こういう風にしたら心をつかむよっていうパブリックスピーキングの手法を学ばせていただいたので、それもコンテンツ参考にしたり、あとは例え話を必ず入れるように話そうっていうことを意識して今やってます。ありがとうございます。ライブとかもですね、最初ある程度台本となるような方っていうのが入場学科にもあるので、その通りしっかり話を進めていくであったりとか盛り上げていく。あとインスタライブって最初どうしても同時接続数がね少なかったりってとこがあると思うんですけど、山下さんここ最大化していくために意識してる施策とかって何かありますでしょうか。まず一つは LINE で告知をするっていうのと、毎週この時間絶対やるからねっていうのを毎回言うようにして、フォロワーさんの習慣になるべく自分が入り込むような感じで、 LINE 配信を飛ばしちゃった時でも大体50人から60人くらい見ていただけるようになりました。素晴らしいですね。毎週固定でやることでお客さんに習慣化して見ていただくことが流れができたりとか、コラボライブとかもね結構されてらっしゃると思うんですけど、やってみる前と後だとどうですかね。努力せずしてフォロワーさんが増えるというか、楽しんでお互いの義務になるようなことを話そうねってやってるだけでも自然とフォロワーさんが増えていくので、すごくありがたいなと思っております。ありがとうございます。この動画見てくださってる、やっぱりコラボライブをやることによって相手のフォロワーさんにも自分のことを認知してもらうことができたり、逆もしかりなんですけども、同じぐらいの影響力のある方とか親和性のあるような方とね組んでいただくとすごいいいかなというふうに思います。 LINE 公式アカウントの配信で意識しているポイントとかもあれば教えていただけますでしょうか。まず田野さんの学科に入学して一番先に取り組んだのが LINE の配信でローンチ動画を作るっていうことだったんですけれども、はい、それまでは結構長い動画を3本くらい上げてて、初回のコンサルでこれだと閲覧下がってるんじゃないですかって言われて、もう本当その通りだったので、うん、思い切って台本から作り直して、全て動画を撮っては添削していただき台本も添削していただきで仕上げることができて、 LINE 登録者数も1ヶ月で200名くらい増えることができました。素晴らしいですね。ローンチ動画っていうのは LINE 登録いただいた後1名に届く動画のことなんですけど、このしっかりと設計をしていくっていうところがね、これからの時代非常に重要になってきまして、今までは物が良ければ売れたっていうジャーニー型商品といって、お客さんはじっくりとね皆さんの商品を吟味して買うっていう時代から、今は LINE 登録してから商品購入までの間がすぐ早くなってきているパルス型商品っていうんですけども、そのためにローンチ動画を見てすぐに価値を感じていただいて、早い方ともそこから個別相談とかセミナーに来てくださって、いいなと思ったらご購入いただける、そういう流れになってきてますので、しっかりとこのローンチ動画を作成されたっていうところと、日々の配信とかでもうちの学科のテンプレとかも活用していただきながら結構送られてると思うんですけども、このあたりの配信とかで具体的に山下さんはこういうポイントより意識していますみたいなポイントであったりとか、やってよかった施策とかってありますか。LINE 配信でもなんとなく上げてるような感じの内容が多かったんですけど、ライブの告知以外に自分のこういうサクセスストーリーとか危機感の増幅とか、その用途用途でテンプレートが送られてますので、それに合わせて週に3回くらい配信するようになって、メリハリの効く内容が配信できるようになったかなと思います。これ結構盲点なのが、 LINE の配信ではお役立ち情報ばっかり発信すれば売れるかっていうと、必ずしもそうではなくて、今のままじゃやばいですよとか、なぜ行動する必要があるのか、山下さんの場合であればなぜ今すぐこのブランディングを学ぶ必要があるのかっていうところをしっかりと多角的に伝えていく、そういう配信も心がけていらっしゃるというところですよね。次です。個別面談とか、あとセミナーとか、あとはセールスで意識しているポイントのがあれば教えていただけますでしょうか。もともと60万の講座っていうそこまでの高額の講座を売ったことがなかったので、オファー資料を作った段階で北野さんに全て添削していただいて、ここからですねセミナーセールスとか個別相談のたびにしょっちゅう修正を入れて、こういうことをしたら強いオファーになるよっていうのも教えていただいたので、それを実践していきました。一緒に添削を進めながらね改善させていただいたわけなんですけども、今回成約率っていうところで言うと何名中何名ぐらいの方がご成約いただけたっていう形。8名中5名ですね。8人中5名ということで 62% ぐらいのね成約率で売れてらっしゃるということなので、非常に高い成約率でね売れてらっしゃると思いますが、多くの人っていやでも商品提案しても断られちゃうんですとか、お金がないって言われてしまうんですとかって結構あるじゃないですか一般的に、はい、山下さんが成約率 62% で売れている決め手っていうところで、何かセールスの前とか後とかで意識している施策とかってあったりされますか。事前にこういう風な座組みをして、こういう条件を入れたら気に入られるよというか自信を持っておすすめできるよっていう風にオファー資料の段階で結構作り込ませていただいたので、相手の反応が気にならなくなるっていうか、本当にこの人のお役に立てるなっていうのを作ってる段階から、こんないい講座だったら絶対売れないわけないじゃんみたいな気持ちで自信を持っておすすめできるようになりました。無理にお伝えをするとか売り込まなくても、本当にお客様の方から高額でもじゃあ受けたいですっておっしゃっていただくようになったのが一番の変化かなと思います。素晴らしいですね。まずはセールスする側としてのマインドセットっていうのがね一番重要になってきますので、そこはしっかりとブレずにっていうところですよね。60万円という単価のサービスを販売していただいて、何か気づいたことであったりとかありますか。
こんな高い講座を1人2人購入いただいたらいいかなくらいに初め思ってたんですけど、しっかりとこういう根拠でこういうサポートが手厚いからこの金額なんだよっていうことをお伝えしたら、逆に高い講座の方がすごくお選びいただけるようになって、信頼されてたら高額だってこちらが思ってる商品でもより安心して選んでいただけるんだなっていうのが一番大きく気づけたことです。ありがとうございます。意外とね盲点だったりするんですけど、安いから売れるかっていうと必ずしもそうではなくて、値段上げた方が逆に成功率上がったっていう事例とかもね僕いっぱい知ってますし、今回山下さんの場合も単価を上げた分特典が手厚くなることで、逆にそっちの方が魅力的になると上位コースの方がむしろ売れるというかね、うちの受講生さんでも上位の VIP コースがねほぼ8割で売れてますっていう方が結構いらっしゃるんですけど、結構その価値の伝え方っていうところがね非常に重要なので、価格と成約率っていうのは必ずしも比例しないっていうことがねあったりするので、安いから売れる高いから売れないっていうわけではないんだよっていうところですよね。商品設計とかで意識されたポイントとかもあれば教えていただけますでしょうか。内容はそこまで大きく変えることなく、受け入れ人数を最大化するにはどうしたらいいかなっていうことをすごく意識しました。入学して最初にどういう風な座組でどういう風な期間で区切ったらより受講生さんを多く集められてサポートも薄くならないですかっていう相談を北野さんにさせていただいたので、最初にそこをご相談しっかりさせていただいたので、それに合わせてセールス設計ができたっていうのがすごく良かったなと思います。入学して良かったことがあればですね、改めて教えていただけますでしょうか。大きく2つありまして、1つ目がインスタ伸ばしたいと思って入学したんですけど、もちろん伸びたんですけど、それ以上にですね売上に直結する部分、商品設計とかセールスで早く成果が出せたっていうことがすごく自分としては良かったなっていうことと、2つ目がクライアント様や受講生さんに自信を持ってインスタの情報間違ってないなっていう最新の情報をお伝えできて、それを実践いただいた受講生さんとかもリールがすごく500くらいしか回らなかったのに23万再生いきましたとか、受講生さんにも成果を出していただけるようになったっていうのが一番嬉しいなと思います。素晴らしいです。受講生さんに成果を出していただくとより嬉しいですよね。最後ですね、この動画見てくださってる方でこれから SNS をより頑張っていきたいという方だったり、弊社集客学科の入学をご検討されている方もねいらっしゃると思うんですけども、そういった方に向けても最後一言メッセージがあればねちょっといただけたらと思うんですが、いろんなインスタ集客とかそういう講座ってあると思うんですけれども、北野さんの講座のこの一番の特徴っていうのが、お手先のノウハウではなくて本当に成果につながるポイントっていうのを教えていただけるなって本当に実感してます。これから SNS を始められる方でも情報の波に溺れることなくしっかり自信を持って成果を出すことができるんじゃないかなと思います。具体的にありがとうございます。最後に山下さんのインスタグラムとそして LINE 公式アカウントのリンクもね概要欄に貼っておきますので、こちらもぜひ皆さんねすごい勉強になると思うのでチェックしていただきたいと思うんですが、今だけですね山下さんの LINE 登録いただくと特別プレゼントがね受け取れるということですので、 LINE 登録のプレゼントについても簡単にご説明お願いいただけますでしょうか。見せて売れる最強の SNS 集客術ということで、個人ブランディングの豪華と豪華7大特典をご用意しております。ということで皆さんこちらもね豪華特典今だけ受け取れるということですね、ぜひチェックして、ね、いただけたらというふうに思います。本日はねお時間いただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、今回も動画を最後にご視聴いただき本当にありがとうございました。最後に私から特別なご案内があります。下の概要欄からこちらに出てる私の LINE 公式アカウントに登録いただきますと、僕自身が今まで4年間で累計14億円売り上げてきた SNS マーケの本質をまとめたこちらに出てる豪華11大特典というのをプレゼントさせていただいております。それでは一つずつ詳しく見ていきます。1つ目、毎月2000万売れる SNS× ライブ動画マーケティング徹底解説講義動画。2つ目、月1000万売れる SNS 集客改善徹底解説動画講義。3つ目、文字だけでバズるリールショート動画集客完全講義動画マニュアル。4つ目、問い合わせが爆増する LINE リッチメニューの作り方徹底解説講義マニュアル。5つ目、 SNS マーケで高額商品が爆売れする魔法のテクニック大公開完全講義動画マニュアル。6つ目、月100人集客できるインスタライブ集客完全ロードマップ。7つ目、業界最先端のインスタ集客ノウハウを詰め込んだインスタグラム超集客を電子書籍。そして8つ目、一番優しい LINE でステップメール配信術電子書籍。9つ目、プロが教える5ヶ月でインスタ1万フォロワー増やすインサイト分析完全攻略講義動画。10個目、インスタインサイト分析の自動計算テンプレシート。そして11個目、 LINE× インスタ超集客をプレミアム攻略セミナー。通常参加費1万円のところが無料で参加できるプレミアム参加チケット。これら豪華11大特典を無料でプレゼントさせていただきます。こちらのね11大特典なんですけども、ぜひ概要欄から私の LINE に登録いただいて、こちらに出ている11大特典とですねそのままメッセージを送りいただけましたらプレゼントがね自動で届きますので、ぜひこちらを手に入れてぜひ皆さんの売り上げアップそして集客を加速させるためのヒントとしてねご活用いただけたら嬉しいなというふうに思います。それではねこれからも日々有益な情報をどんどんお届けしていきますので、これからの動画もぜひ楽しみにしていただけたらと思います。それではね今回の動画も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。